竹島の一区島は日本海の南西部韓国の移領島と日本の沖の間に位置する島諸群で急峻な地形をなす二つの島と周辺の岩礁からなる。日本、韓国及び北朝鮮がそれぞれ領有権を主張している。以前は人の住めない無人島であったが現在は韓国の武装警察が常駐し実行支配を強化している。 男島、女島と周辺の岩礁群からなる、総面積約0.20平方キロメートルの竹島は、17世紀半ばに、日本の領土権が確立され、1905年に、島根県に編入された。しかし、第二次世界大戦後の1952年、韓国は、李承晩ラインを一方的に設定し、竹島の領有と、漁業活権を主張。 その後も、警備員の助中、監視所の設置など不法選挙を続けている。竹島は、日本において、幕末以前は、松島と呼ばれ、移領島が、竹島と呼ばれていた。少なくとも1876年には、沖国の当初の一つとして、竹島、松島の記載を見ることができる。幕末から明治中期にかけて、 西洋の地図の流入による透明の混乱があったが、1905年現在の竹島を正式に島根県へ編入した時より竹島と呼んでいる。韓国、北朝鮮は独島と呼んでいる。韓国では歴史書、体操実録体操17年の上に書出するウサンが現在の竹島であるとしており、一時1900年の大韓帝国、 直令第41号にある石島という故障に変わり、1906年までに独島という名称に変更したとしている。なお、独島表記の書室は、日本海軍防護巡洋艦進行の1904年9月の日誌にある漢人これを独島と書士という記録があり、この時移領島の朝鮮人が独島と呼んでいたということがわかる。他の国では、 中立的立場からリアンクール岩礁などと呼ばれている。この名称は1849年にヨーロッパで初めてこの島を発見したフランスの捕鯨船レオンクとゴーの船名にちなんでいる。竹島は北緯37度14分30秒、統計131度52分に位置する。同じ 男島と呼ばれる二つの小島とその周辺の総計37の岩礁からなる。総面積は約0.21平方キロメートルで東京ドーム5つほどの大きさである。最長部は男島が海抜168メートル、女島が海抜98メートル。周囲は断崖絶壁で飲料水に乏しく人の住みにくい環境である。 なお、日本の国土地理院が2007年12月に発行した、竹島の2万5000分の1の地形図では2つの島について、東島と西島と表記しているが、沖野島町では、資料の調査や聞き取り調査を行い、2つの島について、女島と男島とするとともに、岩礁や湾などの名称を定めて2013年6月に国土地理院に申請した。 沖と竹島の距離は、両島の一番近いところで約1 5 7ル宇津領島と竹島の距離は、両島の一番近いところで約8 7トルである。竹島の地図竹島は、現代からおよそ460万年前から250万年前の海底火山活動により誕生した火山島であり、水深 約2000メートルの海底から噴出した溶岩が降下したことにより形成された。朝鮮半島北部の白桃山から金剛山、移領島、沖諸島へと連なる白桃火山帯の系列に属する。竹島の火山活動は約250万年前に停止した。当初は一つの島海であったが、その後の風化と侵食により二つの小島とその 周辺の数十の小岩礁の構成となった。岩石と地質構造の分析結果によると、竹島は単一の火山爆発によって形成されたものではなく、200万年以上の長い期間の断続的爆発と噴火によって形成された。竹島は、素面岩、素面安山岩、玄武岩質格歴岩、業界岩など、計8種類の岩石によって構成されている。 竹島の下部は主に玄武岩質の周海岩であり、上部は素面岩質の周海岩と業海岩が互層を形成している。岩石の年代は、竹島下部を構成する玄武岩が約460万年前、女島にある河口跡を満たす素面安山岩が約270万年前であり、島の北西部には約250万年前に貫入した。 素面岩が分布している。また火山堆積層が厚く積もった地点があり、断層が2箇所発見されている。竹島と移領島の間の海底は、深く沈降する大地となっている。暖流の影響を多く受ける、典型的な海洋性気候。平均降水量は、年間1240ミ、mm、リメートル程度であり、冬場の降水量が多い。年平均気温は、 約摂氏12度。1月の平均気温は摂氏1度、8月の平均気温は摂氏23度であり、世界平均と比較して温暖である。年平均風速は秒速4.3メートル。冬と春は北西風、夏と秋は南西風の傾向があり、季節に応じた風向きがはっきりしている。霧が多く、晴れの日は年45日程度。 曇りの日は年160日程度、雨や雪の日は年150日程度である。竹島を最後の生息地としていた絶滅した日本足刈り口はわずかに草が生えるだけの岩石島であり、樹木の生育は見られない。竹島周辺の海域は津島暖流と北からのリマン海流の接点であり、付近の海域はアジサバワカメなど魚介類。 藻類が豊富な工業場である。哺乳類では、シャチなどのクジラ類も、近海を通過している。竹島は、伊豆諸島と並んで、日本アシカの主要な繁殖地の一つであった。竹島では海食堂に生息していたが、明治大正年間に大量捕獲が行われ、戦後の1950年代には50から60頭と、少数の目撃例があり、 韓国が竹島を実行支配して警備隊が常駐するようになり、1975年の目撃を最後に確証のある目撃例がなく、国際自然保護連合のレッドリストでは絶滅と記載されている。気候変動や環境汚染などの理由のほか韓国によって竹島が要塞化されたことなども絶滅要因の一つとして指摘されている。具体的には、 1970年代の韓国史は、竹島駐在の警備隊員たちの銃撃で絶種と報道しており、世界自然保護基金の1977年度報告書では、韓国人研究者さえ、最上の保護策は警備隊の島からの撤収だと主張しているという。1976年には、東亜日報が、アシカの生殖期が、 韓国で人気の勢力材の材料だったため、乱獲によって、アシカが絶滅の危機に瀕していることを報道している。沖、松島、竹島を描いた1724年の、鳥取藩作成の地図江戸時代の竹島は、江戸幕府公認の下で、移領島に渡る、蔡の高校の目標内視停泊地として利用されて、おり、漢文5年以降は、幕府の許可を得て、 アワビなどの工業場としても活用していた。竹島の島根県編入の内務大臣訓令1935年、朝鮮半島が日本の統治下であった時の竹島の漁民と、移領島からの出稼ぎの天日本による竹島の明確な実行支配は、1903年、沖島西郷町出身の中井洋三郎が竹島に両者を立てて移住し、ここに妊婦を移して、 アシカやアワビ、ナマコやワカメの漁獲を始めたことを端緒とする。1904年9月29日、アシカの絶滅を危惧した中井は申請書、リアンコ島領土返入並みに貸しげ願いを日本政府に提出し、日本海のことを、竹島の領土返入と貸し下げを内務省、外務省、農省務省の参照に対し、願い出た。 朝鮮の文献等を調査した上で、無主地であることを確認した日本政府は、1905年1月28日、竹島を島根県沖東町へ編入する閣議決定し、内務大臣、吉川健成が内務大臣訓練として、告示を発布した。これにより、竹島は、正式に、日本の領土となり、実行支配がここに始まった。中井大三郎は、 島を調査し、その特徴を説明し、また、自身の調査によれば、誰にも所有されたことがなく、それゆえ今後は大いに活用していきたい旨を、申請書に記している。告示は、一時一資料としては、北緯37度9分30秒、統計131度55分にある無人島と、軽井戸による位置と現況が明示されたものであった。 当時の島根県知事、松永武義氏はこれを受けて、同年2月22日、島根県書11号を発し、県に編入した。一行、竹島での漁業は、島根県の許可制となった。なお、島根県制定の竹島の日は、この、島根県書11号を発した日にちなんでいる。これについては、島根県国事のみで、国家として、 国際社会に伝わるような手続きをしていなかったが、国事内容の外国への通告は、領土取得の絶対要件とは、必ずしも考えられていない。足利は、動物園やサーカス団などに、高値で売れた。1905年には、島根県知事による、視察、1906年3月の県部長らの調査。 1905年5月の勧誘地としての土地台帳への記載がなされ、1905年4月の県令による足下料の許可制、同年6月5日の中平4名に対する免許、さらに免許者からの土地使用料国庫納入がなされた。1905年、日本海海戦に際して、コンクリート製の監視書が作られたと言われている。 竹島での日本人の経済的な営みを記した記録に竹島日誌がある。これは、沖軍後家村の収入役であった、八幡斎太郎が64年、ほぼ毎日書き綴った記録である。この記録によれば、斎太郎の弟の伊佐ブローは、アワビの密集する生やわかめの生息地などを熟知しており、詳細な手書き地図を残している。竹島のアワビについては、 以下のような記録がある。竹島のアワビは古来より最高級と称賛され、都への健常品として使われた、沖さんのものより、もっと肉が厚かった。収穫量は多い日で200巻にもなった。畳一畳分の岩に、アワビが重なり、さらに重なり合う状態で、取っているうちに、小舟が沈みそうになり、しまいには着ている服を脱ぎ捨て海に飛び込み、泳いで船を引っ張った。 漁業者としては、日本人だけでなく、移領島から出稼ぎに来た、朝鮮人のアマの姿もあった。1935年の記録には、給与150円とあり、男たちへの報酬が100円であったことを考慮すれば、かなりの高級であり、彼女たちの技量は高く評価されていたことが伺える。1941年、竹島は帝国海軍の軍用地となり、管轄が、 島根県から、舞鶴鎮守府に引き継がれたため、竹島の足シカ阿波ワビ漁は、停止を余儀なくされた。戦後は、漁の再開を望む声が高まり、1951年、橋岡忠重は、竹島漁労権報告書及び、単願書を、島根県に提出した。1954年6月には、島根県監視線、島風が、竹島視察を行った。 2013年2月、沖野島町在住の元小学校教員がかつて竹島で漁業を、なりわいとしていた町内の人々から聞き書きした絵本が、自費出版された。竹島が豊かな漁場であったことや連れ帰った足かと、島の子供たちとの触れ合いが描かれている。その後この絵本は、2017年に、山陰中央新報社から出版された。 韓国が建設した、東島の韓国警備隊宿泊施設韓国が建設した、東島の停泊場に接岸する、韓国警備艇韓国漁民が住み着く西島韓国の観光地となっている、東島竹島で訓練する韓国の特殊部隊、竹島は日本が島根県へ編入した1905年以来、第二次世界大戦終結の1945年まで、 日本側が支配していたが、戦後、一時的に、韓国の独当義勇守備隊と名乗る、民兵組織が竹島に侵入した。独当義勇守備隊は、近海の日本船舶を打破したり日本の海上保安庁巡視船へ、機関銃を撃つなどした。その際、日本側は44人が、死傷、3929人が韓国に連行された。 1950年6月8日、独当現地で、軽症北道知事が山積する中、1948年に、独当爆撃事件で犠牲になった韓国漁民のための、独当遭難漁民慰霊碑除幕式が挙行された。1953年4月からは、韓国国家警察が竹島に常駐を開始した後は、管理下となり、そのまま、韓国が、 実行支配を続けている。実行支配とは、主権が行使されている状態のことであり、その点では韓国が竹島を実行支配していることになるが、国際法上は、領域主権が、継続的かつ平穏に表示されているという意味での、実行支配が重視される。したがって、継続的ない指摘時に、日本からの抗議がなされている竹島については、 平穏の条件を満たしておらず、そのような、事実上の選挙や、事実上の支配は、実行支配とは呼ばないことがある。現在、韓国による、実行支配が続いており、韓国政府は、竹島を、海洋警察庁を参加に持つ大韓民国、海洋水産部の管理下に置き、軍に準ずる装備を持つ韓国国家、警察警北警察庁独当警備隊の、 武装警察官40名と、東大管理のため海洋水産部職員3名を常駐させ、軍事要塞化を進めている。また、韓国海軍や海洋警察部長が、その領海海域を常時武装監視し、日本側の接近を厳重に警戒している。そのため、日本の海上保安庁の船舶や漁船はこの島の領海内には入れない状態が続いており、 日本政府の再三の抗議にもかかわらず、東大、ヘリポート、レーダー、船舶の接岸場、警備隊宿舎などを設置している。西島には、竹島の韓国領有を主張する漁民二人が宿舎を建設し居住している。1991年からは、キム・ソンド、キム氏による夫婦の居住を認め、住所を、独当里山二重番地としている。 2005年4月には、韓国人の結婚式が、竹島で初めて執り行われたほか、独島防衛として992名の韓国人が、竹島に戸籍を置いている。2014年11月、韓国政府は、竹島に計画していた、災害時などの避難施設の建設を中止し、入札広告を取り消したが、報道では、関係閣僚会議で、陰非の栄養外省が、 刺激しかねない。日本との外交摩擦を避けるべきだとの意見を出し中止が決まったという。韓国のイーニヒノエヨ外相は国会答弁で建設予定だった施設の入札を中止したことに関し、徳島は明白な我が国領土であり、日本がいかなる行動を取ろうと、我々のやり方で領有権の行使を行えばよいと述べ、外交的配慮によるものではないと強調している。 2005年には、島根県の竹島の日に反発した韓国政府は、韓国人観光客の入島を解禁し、3月28日に、一般観光客が初めて竹島に上陸した。2013年9月現在では、1日平均805人もの人が入島している。都領島から定期運行している、観光船があり2時間程度で行くことができる。 宇都領島との間に水陸両用機による航空路を開設する計画もある。竹島に入島するためには、徳島は韓国の領土と書かれた紙に署名しなければならない。韓国側発表によれば、2005年から2010年までの間で日本人観光客も70人程度上陸している。また、韓国では竹島へ上陸して申請すれば、 独島名誉住民として登録され、名誉住民票が発行される。現在、名誉住民の数は、日本人を含む7万人を超えている。日本の外務省は、日本人の渡航について、韓国による竹島の不法選挙が続いている状況の中で、我が国国民が、韓国の出入国手続きに従って、竹島に入域することは、 当該国民が竹島において、韓国側の管轄権に服することを認めたとか、竹島に対する韓国の領有権を認めたというような誤解を与えかねません。そのような入域を行わないよう、国民の皆様のご理解とご協力をお願いします。としている。また航路を運営するフェリー会社は、日本人と判明したものへのチケット販売を行わない旨を告知している。 韓国政府は2014年6月20日に、竹島南西沖の日本領海内を含む海域で、射撃訓練を行うと、日本側に対して通告し、これに対して、日本政府は在韓国大使館を通じて抗議すると、共に訓練中止を要請した。菅義偉官房長官は、韓国海軍が竹島沖海域で、射撃訓練を始めたことについて、 竹島の領有権に関する日本の立場に照らして絶対に受け入れられず極めて遺憾だと述べた。韓国国防省副報道官は韓国軍が2014年11月に竹島周辺の海上で外部勢力による奇襲上陸を阻止する防衛訓練を実施すると明らかにし韓国軍合同参謀本部は気象条件が良ければ 海兵隊による島への上陸訓練も並行して行うことを表明した。第二次世界大戦前、朝鮮半島は日本の統治下にあったため領土問題は存在しなかった。日本は1951年9月第二次世界大戦の戦後処理であるサンフランシスコ条約で朝鮮半島などを放棄したが、放棄した島に竹島は含まれていなかった。 この時、韓国は北朝鮮との間で内戦を行っていたが、サンフランシスコ条約が発行する直前の1952年1月、アメリカが発行まで一時的に日本の市政権範囲を設定していたマッカーサーラインに倣い、一方的に李承晩ラインを設定し、竹島を韓国側水域に含めた。翌1953年4月、朝鮮半島内戦中に、 独当義勇守備隊と名乗る民兵組織が常駐し、以来韓国は竹島の実効支配を強化している。日本は現在まで抗議を続けているが、韓国側は領土問題は存在しないとして応じていない。1994年発行の国連海洋法条約では互いにルールを決め、その中で海洋を有効活用しようという趣旨のもと。 排他的経済水域内の水産資源については、沿岸国の管轄権も認め、その取り締まりも沿岸国が行えるものとしている。このルールのもとでは、韓国漁船は、日本の EEZ 内においても、操業可能となるが、その場合は、漁獲割当量や、操業条件は日本が決めて、日本の許可を得て操業することとなる。 1999年の新日韓漁業協定は、こうした新しい精神のもとに締結されたものであるが、領有権問題は棚上げされたため、竹島周辺海域の EEZ が曖昧なものとなってしまった一方、同海域は長崎県の非前鳥島沖とともに、新しく日韓暫定水域が設置された。新協定では、 日韓暫定水域内の日韓両国の漁船が、それぞれ自国のルールに従って操業し、日本政府は日本の船を、韓国政府は韓国の船を取り締まり、相手国の取り締まりは実施せずに、漁業資源保護のために両国が協力することが定められた。しかしながら、日本側がいくら自国に対し管理を厳しくしても、韓国側が協定を全然守ってくれていないのが、 現実である。新協定のもと、韓国側は強引に漁を行う韓国漁船によって、漁場を独占し、日本漁船が、竹島周辺から締め出されるという異常事態が、続いている。例えばズワイガニについては、日韓で漁法が異なり、韓国は、固定式の刺し網やカゴ漁が主であるが、日本は、移動式の底引き網漁なので、日本漁船は、 韓国の差し網を引っ掛ける恐れがあるため、漁場が競合すると、その水域に出ていくことができず、両者の調整がつかない場合は、日本側が手を引かざるを得ない状況がある。そうすれば、空いた漁場を、韓国漁船が独占してしまうのである。日本は、過去の乱獲の教訓から、漁器を短期に設定して、水産資源の保護に努めているが、その種の意識に欠ける韓国は、 略奪式漁業で取れるだけ取る傾向があり、資源枯渇の危険にも無神経で、漁獲量が落ちれば、日本の EEZ にまで不法侵入して、密漁に及ぶありさまである。国際法に関しては、関係国間で解釈が異なることも、少なくないが、竹島に関しては解釈の違いという限度を超えており、韓国当局は、自国の密漁には目をつぶり、結果、 決められた漁獲量より、はるかに多くの魚を乱獲している。こういう状況にあっては、日本だけがルールを守っていれば、それで良いということにはならない。他国のルール違反、特に領土、領海侵犯については特に注意が必要であり、これについて、自衛力とアメリカとの同盟の強化によって、侵犯を未然に防ぐ必要があるとの海洋政策の専門家による意見がある。 竹島を取り巻く海洋汚染については深刻な懸念がある。島に設置された下水処理システムは機能不全に陥っており、韓国沿岸警備隊や東大駐在スタッフなど、竹島住民によって生み出された死尿も含む下水が直接海に投棄され、重大な水質汚濁が確認されている。海水は乳白色に染まり、海洋の植生は 次第に消滅し、サンゴが死滅して、サンゴ礁の石灰化が広がっている。水の汚れはまた、周辺海域の生物多様性の損壊を招いている。2004年11月には、異臭を発する1日8トンものおでを、連日日本海に投棄されていたことが報道された。韓国で、徳島は、日本のものであると主張した。 金鑑賞氏のコラムに誹謗中傷を書き込んだ者が不起訴処分になったという事例があった。1999年に創設された韓国に関する情報宣伝工作活動を行うことを目的とした韓国の民間組織バンクに対し、韓国政府はこの組織のインターネット上の行動に対して公式に支援しており、 リア・アキヒロ大統領は2008年に5000万ウォンの予算を公表している。バンクは世界に日本の歴史歪曲を知らせて国際社会における日本の地位を失墜させることを目的としたディスカウントジャパン運動を行いサイバーデモと称する抗議活動を行っている。その手法は世界の各機関への韓国側の主張の大量送信英語版 ウィキペディアの組織的編集などである。また、バンクは、韓国観光公社との共同事業として、韓国の歴史認識に基づいた、韓国観光広報小冊子を発行し世界中の観光団体や学校などに発送したり、軽症北道との共同事業として、竹島問題について組織的、計画的に情報宣伝工作を行う、サイバー独当士官学校を、 設立、2009年の時点で、生徒数は1万人を突破した。韓国の中高歴史教科書においては、17世紀末に、韓国のギョミニ民安流服が松島を、朝鮮の領土であることを認めさせるために、日本に渡ったことが強調されている。また、小学、幼稚園児にも、竹島の領友を教育しているほか、独島は、我が領土という歌も歌われている。 このような領土意識の教育は、韓国領有の正当性を幼い頃から定着させる政府政策の一環である。島根県議会は2005年に、竹島の非条例を可決し、政府に問題解決へ向けた行動を促したが、韓国継承南道の馬山市は対抗して、独当の月、さらに津島に対する領有権を主張する目的で、 津島島の日を制定した。独島の月は、1900年10月、大韓帝国が、移領島、地区所、石島を津島軍の管轄下に定めるとして、領土確定を行った大韓帝国直令第41条の発せられた月である。津島島の日は15世紀の王米の外交において、朝鮮が津島遠征軍を派遣した日である。 独当故障の国際認知を目的とした韓国のキャンペーンは多方面で行われ、例えば学術界においても新規に発見された生物種の学名の名付けなどによって続行されている。竹島では多くの新種微生物が発見されているが2005年頃より韓国系生物学者によって新規学名に独当が含まれるようになっている。親族としては ドークドニアドンハンシス他6種、新種としてはマロバクタードークディネンシス他11種の独島を含む学名が提唱された。韓国政府によって、移領島に建設されている独島博物館の八道層図のレリーフが、本来の地図とは逆に、宇山島の位置が移領島の東に移動してあり、宇山島を竹島とする韓国の主張に合うように、鉄道されていることが、 下条正夫によって指摘され、博物館という公的機関による虚偽展示の影響は計り知れないと批判していた。このレリーフは竹島が韓国領だと視覚的に示すために作られた道館のシンボルであったが、2007年の産経新聞の取材に対して道館研究員は位置が違う理由について来館者がより見やすいようにと説明する一方、 日本の研究者からクレームが多く、紛争の火種になるので近く撤去する予定だ。年内には別の展示に取り換えると同館は誤りを認めた上で撤去予定である旨を答えた。しかし2011年、水島総が独当博物館を訪問したところ、このレリーフが未だ掲示されていることが伝えられた。韓国銀行は2007年に、 新しい工学紙幣10万ウォンの図案を発表。表に、大韓民国臨時政府主席の緊急の肖像、理面に、韓国国宝の古地図、大東洋地図をあしらったが、現図にない独島を記入したため、韓国国内で文化財の改ざんと、批判があった。この紙幣は2009年1月に発行中止になったが、中止の理由は、 当時の工学紙幣の10倍の額面であること、金球が南北統一政府の樹立を主張していたことから、保守系の利明広政権が問題しし見送ったとの指摘があり、文化財の改ざんが理由ではない。韓国が1954年に発行した竹島の切手大官民国郵政事業本部は、竹島を題材とする切手を1954年、2002年、 2004年の3回発行し独当の実行支配を懸念する材料にしている。1954年の切手は普通切手で、当時日本の郵政省はこの切手を貼った韓国からの国際郵便物の受け取り拒否をしたと言われているが、実際には多くが日本で配達されたという指摘がある。1954年9月15日、 大韓民国は3種の竹島切手3000万枚を発行したが、額面にファンと5ファンの切手は、それぞれ500万枚、10ファンの切手は2000万枚が売れた。これに対して日本は、11月19日にこの切手を使った、郵便物を取り扱わず、返送することを閣議決定し、11月29日には、外務省を通じて在日韓国代表部に、 抗議の口上昇を出した。こうした経緯から外務省は竹島切手を付した郵便物を受けないとしたが、万国郵便連合の規定の中にある郵便物中継の自由保障条項により、最終的には日本国内への配送を許容することにした。2002年の切手はセットの一部であったため日本では認知されなかった。これは韓国訪問の年の 記念切手の一つとして発行したもので、図案に著名な観光地や民族舞踊なども含む20種にも及ぶ大セットであったため、日本では韓国切手収集海外にはほとんど認知されていなかった。8月1日、我が郷土特別切手シリーズの中の京北編にも独当切手が含まれ、90万枚が発行された。その当時、 日本政府は事態を把握しておらず、抗議は行われなかった。2004年1月16日、大韓民国は、竹島切手4種224万枚を発行した。これは、独当の自然と題されたもので、日本のマスコミでも大きく報道された。日本の川口淳子外務大臣が、事前に、朝与公中日大韓民国大使を呼んでこれに、抗議し、さらに、 銀長広外交通商部長官に電話会談で発行中止を要請し、さらに竹島の領有権を主張する日本の立場を明らかにし、韓国の切手発行が万国郵便連合憲章の精神に背くとして UPU に解消の措置を取った。大韓結核協会は2006年のクリスマスシールとして独当の自然を描いたアイラブドク島を発行した。 2014年1月改定の教員向けの学習指導要領解説書で竹島に関する記述が盛り込まれ2018年3月告示の学習指導要領では高校教育では地理総合、歴史総合、公共の3科目において竹島を扱うこととした日本政府は竹島の領有権を裏付ける過去の行政文書や地元新聞記事などの歴史資料を データベース化して、インターネットで公開するとともに、領土に関する論文を英訳して発信することとしている。郷土史などの歴史資料を集めて電子化した上で、編纂し、英語訳もつけるなどの広報活動を行うとともに、資料を学校教育にも役立てるとともに、教員向けに特別の研修を実施する方針である。2015年、日本政府は、 前年度から民間に委託して1500点余りの資料を調査し実行支配してきたことを示す資料をまとめた報告書を内閣官房領土主権対策企画調整室のホームページで公表した。新藤義隆衆議院議員は日本の領土を主張する資料は国がきちんと管理する体制を整えるべきだと述べ国が資料保存に 積極的に管理をする仕組みが必要だとの認識を示している。竹島を所属とする島根県は2005年に竹島の日を定めたほか竹島資料室を設け2007年には Web 竹島問題研究所を開設した2019年の竹島の日国際司法裁判所による竹島問題の解決と題する特別展示を行ったその中で 島根県は単独提訴によって黙認を回避し、事項を止めること。日本が韓国の主張に同意していないことを国際社会に知らしめること、及び日本の意思を韓国に知らしめることが可能であり、また、竹島問題は歴史問題ではなく、国際法上の解決が求められることを訴えることができることを指摘している。 日本の審査欲の中核派の影響下にあるとされる東日本旅客鉄道の労働組合の国鉄千葉動力者労働組合は2008年の新学習指導要領の解説書で竹島を日本固有の領土と教えるよう求めると発表したことについて日本政府が帝国主義的領土略奪と国益主義、排外主義の先導で危機を突破しようとする 許し難い攻撃であると批判し、日韓労働者連帯の立場から怒りを込めて断崖する。日本政府は解説書を撤回し、今後一切、独当強奪策動を中止せよと宣言した。また、小沢一郎の国際担当秘書であった、韓国人、金宿賢は、自民党政府時代に、日本が、領有権を主張していたのは、支持率低下を防ぐためだと述べた。 2021年8月、日韓近代史資料集が閉鎖する。在日韓国、朝鮮人の見解在日韓国人2世で、元東京大学教授の教授中は、2010年1月2日、韓国 MBC の取材に、徳島は韓国が実行支配してるじゃないか。だから日本は、戦争をしない限り、徳島を実行支配することは、不可能です。 日本が、竹島だと主張しても、放っておいて構いません。私たちが我々の領土を実効支配しているからねと、述べ、また、同年3月10日、韓国中央日報の取材を受けて、日本から、独当問題をめぐる暴言が出てきても、韓国は、実効的支配をしているため感情的に対応する、必要はないと、韓国側に立った主張を行っている。また、 在日本朝鮮人総連合会の関連団体である在日本朝鮮留学生同盟は日本の領有権主張について反対の声明を発している。Google の提供する Google マップにて竹島について日本語でウルルン軍という記述があることに関し自民党の佐藤正久参院議員により質問主意書が提出され 政府は2012年3月17日、閲覧者に対し、竹島が、韓国領であるかのような誤解を与えるもので、我が国の立場に照らし受け入れられないとする答弁書を決定した。また、Google マップにおいて、竹島が、韓国領として表記されているとして、島根県が、Google 日本法人に対し、閲覧者に対し、韓国領であるとの誤解を与える恐れがあるとして、 表記を改めるよう2012年6月15日付で要望書を提出している。アップルが独自に提供する iOS 用の地図サービスでは当初、独当だけの表記だったが日本からの抗議を受け、竹島、独当、リアンクール岩礁の兵器に変更された。2007年秋の Xbox 360アップデートにおいて ユーザーのプロフィール機能が強化された。この際住所の項目には、独当と入力することができるのに対して、竹島と入力すると登録できない。これが一部の利用者の反感を買い、XBOX360 のボイコットが発生、問題になったため後日、竹島も入力できるように変更された。 アメリカのオレゴン州自動車管理局のホームページ、朝鮮語版における運転マニュアルに、翻訳者である韓国系アメリカ人が、徳島は韓国の領土であるといった記述を数ページにわたって追加した。日本の外務省は、オレゴン州政府に対し公式に抗議した。オレゴン州政府は遺憾の意を表明しこのような、表現を認めたことはないと釈明。 当局は直ちに閲覧中止にし、当該ファイルをウェブサイト上から削除した。翻訳者の韓国系アメリカ人は、韓国系の住民が見るものであるので問題はないと話した。沖郷土館にある竹島の石独島に関するカテゴリー。ありがとうございます。